なんとですね、受刑者を殺してしまうというですね、事件が名古屋刑務所で起きました。全員がその服をですね、もう下着の状態にして、名古屋刑務所で刑務官が受刑者に対して暴行を働いていたという事実が判明しましたので、皆さんね、私が刑務所にいたことご存知だと思いますけれども、私はですね、長野刑務所の第15工場というところにおりまして、もう約1年9ヶ月ぐらいですかね、いたんですけれども、まあほぼ皆さんと共同生活なので、どのような扱いを受けているかっていうのはまあ本当に一目瞭然なわけですけれども、一切そういった暴行だったりとかですね、アルコールのスプレーを吹きかけただのね、一つ一つの個室に食器を出し入れするところがあるんですけど、そこから胸ぐらを掴んでなんか暴行を働いたとかですね、ケツをなんかほうきなのか何なのか道具で叩いたとかですね、なんか結構ひどいことがされてたわけですけれども、皆さんご存知の通り、受刑者というのはですね、刑務官に反抗することができません。反抗するとですね、懲罰というものになってしまって、満期まで、まあ普通は仮釈放がつくんですけれども、受刑者というのはですね、この仮釈放を餌に、刑期がじゃあ2年だったら1年、例えば半でいいよと、半年おまけしてあげようと、そういう状況のことを仮釈放って言うんですけれども、仮釈放して半年間刑期は残りますけれども、それは社会生活をしながら、シャバで、つまり外で、刑務所の外で過ごしていいよと、それをまあこう餌にね、こう吊るして受刑者たちをおとなしくさせるというか、乱暴老敷を働かせないようにすると、そういったものもありますので、刑務官に反抗することも懲罰の対象になりますので、基本的には刑務官に対して従順なわけですね。それをまあいいことにですね、まあ、殴る蹴る、あるいはね、アルコールスプレーとかで、ね、そういう暴行を働いてたというですね、受刑者のすごく人権をね、無視するようなことが起きてたわけですけれども、これにね、今名古屋地検が捜査に入ってると、特別公務員暴行陵辱というですね、罪がありまして、刑法の中に規定されてるんですけれども、これが適用されるかもしれないと。でこれ名古屋刑務所といえばですね、2002年ぐらいですかね、今から約20年前になんとですね、受刑者を殺してしまうというですね、事件が名古屋刑務所で起きました。名古屋刑務所の刑務官がですね、水道のホースを受刑者のケツの穴に突っ込んで腸を破裂させてですね、殺してしまったと。特別公務員暴行陵辱致死罪が、適用されまして、しかしながらこれ関わった刑務官たちみんな執行猶予付きの有罪判決を受けました。つまり刑務所入ってないんですね。そんなひどいことをしたらなんで刑務所入んないんでしょうかね。刑務官は優遇されてんのかなっていうふうに思わざるを得ないような事案だったと思います。ただこの2002年のですね、事件を教訓にして、実は刑務所関係の法律が一新されました。明治時代以来ずっと使われていた監獄法というですね、法律が改正されまして、約100年ぶりに改正されたんですけれども、刑事収容施設法というですね、法律に新しくリニューアルして、よりその受刑者の人権に配慮しようという形で法制度の改革が行われたわけですけれども、なんとその法制度改革のですね、舞台というか原因となった名古屋刑務所で、また同じような事件が起きたというのはですね、これはもう、この刑務所の体質と言わざるを得ないんではないかなというふうに思います。徹底した事実の解明がですね、望まれると同時にですね、ぜひ有効性のある再発防止策を練ってほしいなと、まあ、なかなかね、元受刑者とかじゃないとこういう内情とかわからないので、情報発信する人たち、少ないと思いますけれども、ぜひですね、今回の件でですね、名古屋刑務所も含めてですね、丸裸にして改革を行ってほしいと思います。収容されてる人が感染したって話ありましたけど、留置所は大体ね、2人から4人ぐらいの雑居部屋なので、非常にかかりやすいと思います。そしてこれ最大2週間ぐらいの潜伏期間あるんで、症状でも感染させちゃうってこともあるので、まあ、狭い空間にずっと閉じ込められてたら、まあまあ普通に感染するだろうな。特にその留置所の場合はですね、人の出入りも結構激しいんで、まあ、刑務所はですね、大体その拘置所に最初入れられて、そこから2、3週間経って、まあ、移送されるっていうケースが多いので、まだ感染するまでに時間はかかるだろうなと。これからが多分僕すげえ大変だと思います。拘置所刑務所一緒なんですけれども、2割ぐらいが雑居房と言われる、まあ共同室って言われてるとこなんですけど、これはもうね、完全に3密ですね。一つの部屋に、まあ、6人から8人ぐらいが一緒に収容されて、まあ皆さんの刑務所のイメージって多分そういうイメージだと思うんですけど、割とこう刑務所最近予算がついてですね、やっぱりその雑居房だとですね、いろいろ悪いことをしたりとか喧嘩になったりとかするんで、まあ、できるだけ夜は一人部屋で、昼間はみんなで工場で働くっていうスタイルが刑務所のまあ普通になってます。だいたい 7、8 割ぐらいがもう単独室って言って、まあいわゆる独房ですね。夜間独居と言って、
夜だけは一人で、昼間はみんなで働くっていうスタイルが、まあ、これ基本なんですね。なので、単独室にいれば、感染リスクは少ないんじゃないかなというふうには思います。食事出してる人が、まあ一応マスクとか手洗いとかはちゃんとしてますけど、特にその衛生管理がすごいされてる場所でもないんですけど、こう、うなぎの寝床みたいにですね、ワンフロアにそうですね、数十人が住んでるんですけども、一つ一つの部屋、まあ大体3畳間ぐらいですね、がダーって並んでいて、そこの、まあ中心部で水上っていうその、料理をする、集中的に料理をするところから運ばれてきた料理を取り分けて、各その部屋にですね、我々みたいな衛生係っていう配食スタッフがですね、配膳するんですけれども、そこで、まあどうしてもやっぱり会話をしなきゃいけなかったりとか、一つは感染源になりやすいのかなと。拘置所から送られてきた受刑者というのは、2週間ぐらい、その潜伏期間も含めて単独室で隔離をしてですね、そこでなんか発熱したりとかそういった症状が出ないことを確認した上で、刑務所の中のルーティンの中に入れられる、いわゆる水際対策ですね。そうしないとですね、刑務所って必ずその、共同室からですね、最初こう更新をして、1212みたいな、ほんと軍隊の更新みたいなのをして、工場に行って、その工場の入り口のところで、その身体検査をするんですね。全員が、その服をですね、もう下着の状態にして、まあ昔は本当に裸になってたらしいんですけど、さすがにそれは人権無視だということで、法律が変わってですね、今、刑事収容施設法っていう法律になってからはですね、もう裸にはならず、下着の状態で、まあたまにでもそれでも、あのパンツの中にお昼ご飯のみかんを隠すバカとかいますけど、その部屋の中でですね、ほんと狭い、まあいわゆる3密ですけれども、そこでですね、そういう検査を、まあずっと継続せざるを得ないと思うので、誰かが感染すると、まあ、バタバタと言ってしまうのかなというふうに思います。そして、単独室も工場もそうなんですけれども、空調が使えないんですよね。冷暖房の設備というのは本当に必要最小限というか、基本的にですね、暖房も、私がいた長野刑務所なんかは、暖房もですね、予算の関係で使えないみたいな状況で、今ちょっと本当かわいそうなんだけど、長野とかまだ寒いと思うんですけど、換気のためとかって言って、窓を開けられて寒いよ、もう逆に風になっちゃうんじゃないかみたいな状況にさせられてる気がおそらくします。もしですよ、これ万が一ですよ、一人でも感染者が出るとブワババババッと多分感染が広がると思うんで、そういう事態にもしなったとしたら工場への出勤停止というようなことを多分やると思います。少しでもさ、被害を最小限に留めたいということで、そういう風になると、受刑者がずっと単独室に閉じ込められると。共同室なんかも、すごく多分ずっと同じ人がずっと同じところの部屋で、ダラダラしてるんで、多分喧嘩になるのかなと。嫌な事態になってしまうと思います。で、昼夜独居っていうのは、本当に厳しい世界というか、人に全然会えずに、まだですね、外にいる人たちはですね、スマホとか使って、ゲームやったりとか、いろんなことできると思いますけれども、刑務所の中の受刑者やることないですね。せいぜい本を読むぐらい、まあ、テレビも見れますけど、時間は制限されてるんで、ひたすらただ部屋の中でですね、虎屋の羊羹の袋の紐をですね、つける作業とかですね、果物ネットを折る作業とか、紙袋作る作業とかですね、そういうの多分単独室の中でひたすらやらされてですね、多分気がめいってしまう。皆さんからするとですね、まあそれは悪いことしたやつなんだから仕方ねえだろっていうふうに思われるかもしれませんけれども、まあ正直辛い状況が続くと。私がいた工場なんかそうなんですけど、高齢者比率がものすごい高いんで、刑務所内感染ってのが広まると、ババババババッと人が亡くなるっていうような事態にもなりかねないというふうに思います。八王子含めてですね、医療刑務所って言われてるのが非常に少ないので、おそらく普通の単独室で必要最低限の措置をされて、そのままお亡くなりになるという方々が非常に多いんじゃないかなというふうに思います。皆さんからするとですね、まあ悪いことしたやつなんだから、まあ、刑務所の中でですね、そういう悲惨な死に方をしてもいいというふうにおっしゃるかもしれませんけれども、一応ですね、近代的な人権意識のもとであればですね、そういったことはですね、本当はない方がいいんじゃないかなというふうに私は思っておりますので、刑務所に限ってはですね、完全にこれ水際対策めちゃくちゃ大事です。世の中的にはですね、死んでもしょうがねえだろうっていう世論におそらくなると思いますけれども、これ法務省としてはですね、絶対、刑務所の中で感染を広めたくないというふうに、いう思いはめちゃくちゃ高いと思いますので、今、刑務所には、絶対入らない方がいいです。悲惨な、運命がおそらく待ってると思いますんで、普段の刑務所よりかなり厳しい状態になってるので、皆さん悪いことは
しないようにしてください。